はいどうも、いくえがきょうです。今回紹介する映画はこちら、暗数殺人70点。俺が殺したのは7人だと突然自白し始めた容疑者。恋人を殺した罪で捕まった男が唐突に他にもたくさん殺してますとかね、意味深すぎる本当か嘘かもわからないカミングアウトをして、はぐれ者のねベテラン刑事がそれを信じてと、頭のおかしそうな殺人犯の自白からわかる暗数殺人事件、公的機関が認知している犯罪にカウントされない犯罪のことを暗数犯罪って言うみたいなんですけど、暗数の事件をなんとか解決しようとして殺人犯から情報をもらう代わりに殺人犯にいろいろ渡していくっていうね、謎のバディサスペンスになっていきます。殺人犯の自白で明かされた他の殺人事件は事実なのか、そもそもなんで殺人犯は罪が重くなるような自白をするのかっていうか、刑事お前いろいろ殺人犯に渡してるけどそれ大丈夫かと、殺人犯側の問題と刑事側の問題が話が進むにつれてエスカレートしていくので、ずっと良質な緊張感が味わえるサスペンスフルな映画となっておりました。そんでメインのストーリーの脇にもある警察にも世間にも忘れられた事件の被害者関係者の無念、地獄、暗数扱いされてしまった事実の重さにハッとさせられる瞬間が何度もあり、現実の苦み、残された人の苦しみも何度も味わいさせられました。実話をベースにしていることから来る力強い不気味さのあるサスペンスフルなストーリーと、映画のストーリーの外にある暗数事件にも思いを巡らせざるを得ない韓国サスペンスの新たな改作映画でした。